はい、それではニューラルネットの今日は誤差伝播、誤差逆伝播法と CNN とワードツーベックについて発表させていただきます。はい、じゃあまず誤差逆伝播法とは何かって言いますと、まあニューラルネット今まではこの順方向にどんどん動かしてたんですけども、これを逆向きに、まあ、考えるっていう形でして、まあ、局所的な微分をしていくんですね。例えば Z からここに戻る形でやると、まあ、Z の微分なんでそのまま1っていう形で、そこからここの T のノードに行くときは、まあ、1×2T の形になったりっていう形で、まあ、どんどん誤差を逆に伝播させていってやったりします。で、まあこの絵を見ていただけると分かるんですけども、まあこっちの加算型のノード2つを足してやるノードは、まあその逆伝播の値をそのまま2方向に返していることが分かります。パッパッと。で、それに比べて乗算型のノードは、まあどんどん微分していくんで、まあ、考え方分かりやすいんですけども、まあ逆伝播の値とその変数を微分したものを乗算してその結果を返します。で、まあこれをいろんな、まあその活性化関数とかに当てはめていくと、まあメル関数ってやったんですけども、メル関数の定義がまずこの y イコールこの形なので、その微分の形っていうのは、まあ、x 微分取ってあげると、まあ、0か1の形と表すことができます。なので、まあ、これを逆伝播として考えてあげると、まあ、y が x が0以上の時は逆伝播すると、まあ、下の形になりますけども、逆にこれが0以下だった時は、逆伝播すると、まあ、その誤差0になるよって形になります。で、これがシグモイドの形ですと、まあ、シグモイド関数こんな感じなんですけども、その微分の形はこっちの y×1-y みたいな形になるんで、まあそれ逆伝播すると下のような形となります。で、まあこれをやっていくにあたって、まあアフィンレイヤーっていうその重み、まあニューラルネットって重みと入力とバイアスがあったと思うんですけども、それを行列として考えてその相和を計算するためのまあ内積計算行うんですけども、それを行うレイヤーを、まあ、アフィンレイヤーって言うんですけど、内積を計算することをアフィン変換って言うんですけども、それを行うレイヤーを、まあ、アフィンレイヤーとして定義します。で、まあこれ結局ね、これをその誤差伝播の考え方でうまくやっていくと、まあここ加算なんで、ここの誤差、まあ、逆伝播されたやつがどっちも同じ形で向かっていって、でここ、まあ、内積取ってる形なんで、まあ、この式みたいな形になってこう伝播されてきます。まあこんな感じでいろいろ実装したりしてみました。で、まあこういうのをやると、まあ、重みの更新っていうのができるんですけども、じゃあ重みの更新どうやるのって言うんですけども、まあこれいろいろやり方がありまして、まず SGD っていう確率的降配効果法っていうのがありまして、まあ、これはその現状の重みっていうのを、まあ、勾配を求めてその方向へ一定の距離どんどん更新していくよっていう形でやってあげます。でこの時の ETA っていうのを、まあ、学習率としていっぱいやっていくことで重み更新できます。ただ、まあ、これの、まあ、これで一応求まるんですけども、これの欠点としては、まあ、一定方向にどんどん進めていくんで、まあ、何でしょう、どんどんジグザグな形で、まあ、一定距離ですね、やっていくんで、ジグザグな形で、まあ、最初値に向かっていくって考え方が多分一番合ってるかなって思います。勾配なんで、まあ、全体から真ん中の一点取ってそこにどんどん行っていくんですけども、まあ、こんな感じで同じ値でどんどん取っていくんで、ジグザグで行って最終的に最終値になる、最小値になるみたいな形になった。なんで、まあこれ一定距離どんどん更新していくって形じゃなくて、まあそこに速度っていう概念を入れてあげたのがそのモーメンタムっていうやつです。で、まあモーメンタムってその運動量っていう意味なんですけども、まあその勾配方向への距離の更新に速度っていうのを追加させてあげます。で、速度っていうのはこっちの v っていうので表されてるんですけども、これを耳に単純に足していってあげるって形になります。で、まあ、このモメンタムっていう形でやってあげると、まあ、
何でしょう、速度が追加されてるんで、まあ、こう何でしょう、ジグザグが結構緩やかになるんですね。なんですけども、まあ、まだジグザグしてるから結局は非効率的、まあ、計算量が多いよっていうイメージでいいと思います。で、じゃあこれを他にどんなのがあるかっていうと、まあ、ADA グラッドっていうのがあって、これがまあそのパラメーターの要素ごとにその学習の係数をどんどん調整していくっていう形なんですね。で、その調整を行って学習していく。してって、その、まあ、何でしょう、更新のステップをどんどん調整していくって形なんですけども、まあ、これだと、もうジグザグ、まあ、どんどん最小値に向かいにつれどんどんちっちゃくなっていくんで、まあ、ジグザグにはならないんですけども、まあ、最小値付近になってくると、どんどん計算が増えていく。まあ、この移動距離が短くなるんで、どんどん増えていくよっていうイメージで、これはどんどん最小値に向かっていきます。まあ、重みが最初、重みの、その、更新のあれが最初になれば、まあ、その、最適な重みが出るんで、そういう形でやります。で、まあ、その、ここの問題、この AD グラッドっていうのの問題が、その、最小値付近になると、どんどん計算する、まあ、ステップがどんどん増えていくんで、計算が増えていく。で、モメンタムはどんどん加速していくけど、まあ、緩やかで結局、その、緩やかになるだけでまだジグザグしてるよっていう。で、この2つの、まあ、一番利点を取った組み合わせやつがアタムっていうやつであるんですけども、これは効率的にパラメータ空間を、まあ、探索できますよって形ですね。よいしょ。で、じゃあ、まあ次ちょっと畳み込みニューラルネットについて説明します。で、畳み込みニューラルネットっていうのは、まあ、さっきの普通のニューラルネット、まあ、前層結合のニューラルネットっていうのが、まあ、アフィンレイヤーと活性化関数のレイヤーとで、まあ、作られてた形なんですね。なんですけども、そのアフィンレイヤーの代わりといいますか、まあ、に追加してこのコンボレーションレイヤーとプーリングレイヤーっていうのを、まあ、追加したネットワークとなってます。で、これはその畳み込み層っていった、まあ、畳み込み層っていうのがそのコンボレーションっていうんですけど、コンボレーションレイヤーなんですけども、これがその入力データを受け取った次元数と同じ次元のデータを出力することができる形となっています。で、入力データの C にその固定のデータを、まあ、何でしょう、入力データが 3×3 の、まあ、全部1111っていうのがあった時に、その周りを0で囲みたい、0で囲んで 5×5 の行列にするみたいなイメージをすることを、まあ、パギングと言います。周りをその埋めるっていう、固定のデータで埋めることですね。で、このパギングを行うことで、その出力サイズの調整っていうのを行うことができます。で、今度はそのフィルターを適用する位置を、まあ、その間隔をストライドっていうんですけども、まあ、これはその大きな行列がまずあって、そこに対してフィルター 5×5 の行列があった時に、そこに 3×3 のフィルターをいっぱい適用していくと、まあ、このストライドが1だとすると、まあ 3×3 がこうどんどん横にいっぱい動いていって、まあ多分3つ、値が多分3つ3つ3つで内積取って出てくるんですね。で、結果としては 3×3 の行列になるんですけども、ストライドっていう考え方を入れて、じゃあストライドを2にしよう、この横にずれるのを2にしようって考えてあげると、まあ内積取った後に2個ずれるんで、まあ結果として 2×2 の行列になるっていうイメージです。ちょっとこれ分かりづらいんで、後でもうちょっと説明したいと思います。で、次に、まあ、その挟み込みニューラルネットのそのプーリングレイヤーなんですけども、プーリングってまずその縦と横方向の空間を、まあ、小さくする演算なんですね。で、まあ、例として、まあ、2×2 のマックスプーリングっていうのを行うと、まあ、2×2 の行列をこの行列、まあ、元の行列から取ってって、そこから、まあ、2×2 で一番大きい値を出力させるよっていう形なんですね。で、まあ、そうだな、これも難しいんですけども、まあ、例えば 4×4 行列があった時に、
まあ、一番左端が1でその次に1、2でちょっと下行って0、1みたいになった時に 2×2 のマックスプリングを行うと、まあ、1、1、2、0だったら2っていうのを取ってそこを代表する値として置くっていうのがこれマックスプリングで、これをもプリングレイヤー、これを行うレイヤーをまあプリングレイヤーと言います。でまあこれを行うことによって入力データのズレっていうか、まあ小さい誤差レベルのやつとかをまあ吸収することができますよっていう考え方です。でまあ情報をいろいろスライドさせながら生成された情報が畳み込まれたレイヤーをまあコンボレーションレイヤーと呼びます。まあ、で CNN の畳み込みニューラルネットって結果的には以下のようなコンボレーションレイヤーがあって、その次にメル関数を入れてあげて、でプーリングレイヤーがあってそこを内積とラフィンレイヤーでやってあげて、で活性化関数もう一回入れて、でもう一回ラフィンでレイヤー内積取ってあげて、最終的にソフトマックスにして確率を取るみたいなイメージとなってます。でまあ、その例えばなんですけども、こういう CNN っていうのは LP、まあ、NLP 自然言語処理のタスクにおいては、まあ、単語を表現するベクトルが作れれば、まあ、できるですね。なんで、まあ、ワード2ベックとかグローブといった、まあ、単語を埋め込むワードエンベディングができれば、まあ、多分使うことができると思います。でまあ、例えばその100次元の単語埋め込みを行った10単語の文章があったとしたら、まあ、それは 100×10 の行列として取ることができるんで、それに対して行って、結果としていろいろ出すことができると思います。じゃあまあその行列をどうやって作っていくのかっていうことについてちょっと考えていきたいと思います。まあ、分散表現っていうのがありまして、まあ、カウントベースの手法なんですけども、まあ、自然言語処理をするにあたっては、まあ、コーパスっていうのを使います。でそれのコーパスを使うためにテキストデータを事象型にして、まあ、単語のリストを取ってあげると、まあ、簡単に言うと、まあ、行列の形みたいなになるんですね。テーブルを取ることができる。で、まあ、その分散表現っていうのは結局単語の固定長のベクトルで表現することができます。でまあ、そのためにその単語の意味っていうのはその、まあ、そのこれの分散表現の一番大元の仮説として、その単語の意味は周囲の単語によって形成されるっていった分布仮説っていうのが、まあ、仮説としてこれを仮定したらこういうことができるんじゃないかっていう考え方でやります。でまあやり方なんですけれども、例えばこの You say goodbye and I say hello みたいな文があったときに、まあこれ You に対しては、まあ何でしょう、 say と goodbye and hello って他の単語7つの単語に対しての、あ違う、 頻度が単語の頻度のテーブルを作ることができます。まあなんで U に対してはその U のコンテキストは、まあ、U の次に来る文字は正なんで、 U の次に U が来る確率は0っていうイメージで、 U の次に正が来る確率は1で、 U の次に Goodbye が来る確率は0で、01000みたいな形で U に対しての、テーブルを作ることができます。でそういう形で正に対してもやると、正って2箇所で出てますね。なんでまあ、正の隣同士の You と Goodbye と、こっちの正の I と Hello を1としてあげて、それが要0とするマンホットベクトルを作ってあげて、まあそれを全部の単語にやってあげると、まあ、7×7 の頻度のテーブルが作れます。でこれをこのテーブルを虚偽行列としてあげて、でこれを虚偽行列としてあげると、まあ、各単語のベクトルを求めることができます。で単語ベクトルの類似度を計算するときに、そのベクトルのコサイン類似度っていう下の式で表されるんですけども、これを使って見ることができます。で次に総合情報量っていうんですけども、まあこれは意味的に近い要素の関連性が、まあさっきのやつだと結局その横にあるかどうかで頻度だけしか見てないんで、意味的に近い要素の関連性っていうのがあんま分かんないんですね。なんでまあ例えばザカーって結構言いますけども、
ザとカーって、まあ、意味的に近くないですけど頻度的に見ると結構くっついちゃってるんですね。ただ、まあ、例えばカーはドライブとかって結構意味的には関連ついてるじゃないですか、まあ、なんでそのカーとドライブなどの関係を組み合わせてあげるみたいなイメージでいいと思います。で、まあ、その X が起こる確率、まあ、と Y が起こる確率を使って、まあ、その情報量、相互情報量といった指標を使って、まあ、ベクトル数として表現することができます。で、まあ、今まではその単語が表現ある確率とかの、まあ、その何でしょう、カウントベース手法ですね、まあ、カウントしてたのがベースだったんですけども、まあ、次ワードツベックっていう推論ベースっていうのがあります。でこれ何なのっていう話なんですけども、まあ、推論ベースっていうのは、まあ、とあるターゲット1個の単語に対してその周囲の単語が与えられる、コンテキストが与えられるときにその間にどのような単語が出現するのかを推測するっていう手法です。まあ、上のこのエクザンプルの U でハテナ、グッドバイ、アンダー、アイセイ、ハローみたいなのは、これはシーボーグモデルって言うんですけども、まあハテナに対して U とグッドバイがあるよみたいなイメージでいいと思います。で、まあこれをワンホットベクトルで生成してあげて、で、まあシーボー、これはそうですね、シーボーモデルを用いた形です。で、まあシーボーモデルはそのコンテキスト、ここのターゲットセンテンスをハテナとしてあげて、その周りの周辺の単語コンテキストからターゲット推論を行うニューラルネットとなっています。で逆にこれに対してとあるターゲット文、例えば You say で、ここ say だったんですけども、ここの say の周り You と good とバイってありますよね。これをハテナとして考えてあげて、そこから推論していくニューラルネットを使う形が、まあ、そのこっちのスキップグラムモデルといった形となっています。まあ、これシーボモデルは、まあ、その入力はコンテキストで表されるんで、まあ、いっぱい大きいのから最終的な出力は小さいものになるって感じでイメージで考えてください。で、まあ、その入力がコンテキストの数を当てて中間層を得てその出力層へ行きます。で、出力層の入力は各単語のスコアとなって出てくるんで、まあ、最終的にソフトマックスで確率化させてあげるっていう感じで考えることができます。で、まあ、この下のやつがそのこの死亡モデルの損失関数となってます。で次に、スキップグラムモデルっていうのがそのさっき言った通り死亡とは逆でターゲットからそのコンテキストを予測するみたいなモデルですね。なんで、まあ、予測するだけなんで結局は何でしょう、いっぱい出てきたりとかもするんですけど、いっぱい出てきたりとかもするんですけども、まあ、大体はそれをワンホットベクトルの1か0かで見ちゃうんで、まあ、大体は1か0で出てきます。で、まあ、それぞれの出力層で、まあ、個別に損失を求めてそれらの足し合わせを最終的な損失として出します。でその損失関数っていうのはいかのような形となってます。今回はこれで以上させていただきます。ありがとうございました。